だからそのアメリカ人の刃なんかいないわけですよ、基本的に。でピシッと揃ってるわけですよ。で日本人は昔はそれでアイドル、誰ですか、例えば刃が似合うアイドル誰か知ってます？菊池桃子とか、あ違うか、ちょっと違う、河合直子とか、あ河合直子とかそうですかね、石沼子とか、そうですよね、うん、あれはなんか、ああいう感じ可愛かったんです。でももう最近は多分八重歯売りの人はいないでしょ。だから強制してるんですよ。だからもう当たり前のことは分かってるわけですよ。八重歯だったらね、あのね、あとちょっと不潔になるらしいですね。どうしても歯が磨けない箇所が出てくるんで、なんか良くないらしいですよ。だからあの、まあ、揃ってるはいいですね。でなんだかんだ言って揃っていると、あのなんだろうね、これは見た目がまず良くなるでしょ。見た目が良くなって、何か物を食べるときにもいいらしいですね。で虫歯ができにくくなります。だって揃ってるんだから歯をまんべんなく入れるでしょ。でちょっとこうなってるとさ、ここのクロスしてるこの辺歯磨けなかったりするじゃないですか。そんなこんなでですね、物理的な意味においても歯を矯正するということはいいらしいです。だってそれは段階です。100万円があれば、はい、うん、でも先ほど言ったあの社員にしようと言ってた人はそんな別にね、あの宝くじ当たったんだけども、そんな別にゆとりのある、ね、その状況でもなかったんだけども、なんかもう無性に歯の矯正がしたくなったんだって、それでやったと、もうやってよかったって言ってました、はい、その結果ハッシーの法則が成立してしまったわけですよ。そうなんですよね。だから だからそういうベーシックな部分があって、みんなが言ってることは あそうなんだなと思ったんですよね。だから前回もこれ、ね、これちゃんとしましょうよみたいなこと話したと思うんですけども、ちゃんとするってどういうことかって言ったらさ、結局ねみんなが言ってる、あのみんなっていうかさ、それなりの人が言ってることにはそれなり あの理由があるんだなと思うんですね。でスピリチュアルな人って言ったらまた申し訳ないんですけども、なんかすぐ変わったことを知ったがりませんか。すごい大きくなずいていらっしゃいますよね。いや、だから世の中の常識がおかしいみたいなことを言うわけですよ。例えばですね、まあ、これはまたいろいろね議論になるかもしれませんけども、まあ、僕今ちょっとね喋る時ですんで一応マスクしてませんけども、普段はちゃんとねマスクをしてるわけですよ。で、あの一部の界隈では反マスクの人たちなんかいてですね、大体スピリチュアルなんですよね。でマスクはおかしいとかね言うんですよ。んでもね、あのそういうマスクした方がいいという、一応数字もあるんですね。ただね、もうちょっと柔軟にするとさ、飛行機乗ったらマスクしてくださいって言われるじゃん。したらいいじゃんって俺思うの。別に俺はマスクしない主義ですよとね、例えばそのある情報をつかんで、まあ、こういう偏った情報ばっかり目にしてマスクには感染予防のエビデンスがありませんみたいなことを、まあ、あるんだけども、仮にそういうふうに思い込んだとしましょう、まあ、それはそれでいいですわ。もうマスクするしない別ですから。でも俺も別にあなたマスク してませんねとか言わないですよ。でも例えばあのホリエモンの餃子事件じゃないですけどね、お店行ってホリエモンしてたらしいですけども、ホリエモンと一緒にいた人がマスクしてなくて、それで大炎上して、ね、ホリエモンさんがあの店主から追い出されたっていうわけですよ。でそれでこのなんか店はけしからんと言ってツイッターでつぶやいちゃったら、そこに嫌がらせの電話がいっぱい入って大炎上して、そのお店の人がすごく鬱になったっていうね話があって、それはひろゆきさんが、その餃子さんを救うために僕があのそういったクラファンするためのホームページ作りましょうかって言ったことをきっかけに、ホリエモンとひろゆきさんは今もう絶縁したという話があるんですね。まあ、ともかくして、まあ、どうでもいい、その話はどうでもいいんだけども、だからマスクしてくださいって言われたらしたらいいじゃないですかって俺も思うんですよ、飛行機とかで。でちょっとずらしてさ、俺何回もね、あの基本的に俺マスク嫌いなんでしないんですけども、でもまあ飛行機で乗ること多いですよ。で寝るじゃないですか。でマスクをずらしてですね、そしたら起こされるんです。マスクしなさいってするんです。そしたらちょっとイラッとするんだけどね、でもしたらいいんですよね、うん、でもそのみんながしてることがおかしくって、あの真実は常に少数派であると思ってる人は基本的にもうすごく騙されやすいと思う、うん、で今こういうことを言って YouTube に流すとさ、おかしいって言われるんですね。あなたは何も分かっていないと、もっと調べた方がいいですよってね。でもいろいろ見て回った時に何が正しいかったらさ、あのちゃんとしてる人が多くの人が言ってることは結構正しいことが多いんだなと思ったんですね。例えばワクチンの話で言うとさ、あの早い段階でモナコのヨーロッパのセレブはもうワクチンを絶対にしなければなりませんという結論になってたわけです。今回の mRNA ワクチンでも特にそうです。もちろんだから人によってはね、あのファイザーがいいとかアストラゼネカがいいとかね、何が良くないとかあるかもしれませんけども、少なくとも、セレブとかその富豪のレベル、天皇陛下王族
みんなワクチンを今回はしましょうというふうに一応決まってるわけですよ。決まってるとか、まあ、そういうふうにコンセンサスができてるわけですね。でそれはまあ抗う必要ないんじゃないかなと思うんですね。でもそういう反ワクチンの反マスクの人たちの変な情報をみんな探すんですね。もうツイッターとか見たら非常に面白かったのがね、私は高卒です、でも、ハーバード大学のお医者さんと違って真実を見抜く力がありますって言ってるんですよ、たくさん。でそれをまとめてるサイトを見ちゃったんですけども、私は学がありませんけど高卒ですけども真実を見抜く力がありますってさ、申し訳ないですけど別に学力差別するわけじゃないですけども、ハーバード大学のね公衆衛生の医学部のさ先生とですよ、論文たくさん書いてる中卒のよく分かんない人とどっちの話を信じたいですかってことです。でもそっちに思想が偏っちゃってる人は医者っていうのは洗脳されてデープステートに洗脳されてるんだと。でデープステートも呼んでこいと思うんですよ。もうだから結局まあ話戻すとね、あそうなんだっていうことが一つ分かるわけですよ。ちゃんとしてる人たちが言ってることは結構正しいんだなっていうごく当たり前の事実に着地するんですよね。で話戻すと、歯は綺麗な方がいいと、うん、そこでいや歯が綺麗というのはデープステートになったなと言わないでしょ、うん、いや 歯をだからいやまだここまでいないと思うんですけども、ひょっとしたらそういうね変なインフルエンサーがいて歯磨き粉には研磨剤が入ってるから歯は磨かない方がいいんだっていうことを言う人がいたとしましょう。でそのうちもう極端化してですよ、例えば実際そのコロナワクチンはしない方がいいって言ってる人はいたし、それに対してはまあ少なくとも副反応がどうたらっていう意味でですよ、じゃあそれぐらいのベネフィットがねあるのかったら、それはまあねなったところで仮説済む人もいるんで、あれですけども、だんだんそこから発展してですね、全てのワクチンは意味がないって言ってる人がいたんですよね。でも例えばそれは赤ちゃんの時に打つワクチンとかも全部含まれるし、もっと言うと狂犬病のワクチンなんかも含まれることになるでしょ。だから全ての何とかは意味がないとか言い始めるとこれは嘘になっちゃうわけですよ。だから例えば歯磨き粉に関してもですよ、こういう人がいても別におかしくないと思うんですね。で歯磨き粉には研磨剤が入ってるから歯磨き粉をしない方がいいと、ね、でそれが言って全ての歯磨き粉には意味がないって言い出す人がいるかもしれないですね。でもそれって嘘じゃないですか普通に、うん、だから真実は常に少数派であるっていうのはこれ嘘なんですよね、うん、じゃあ俺はまたそのなんか大衆に迎合してるのかと思うかもしれませんけども、ちゃんと勉強してますからねきちんとね皆さん、まあ、僕がどこまで勉強してるかってのは分かりませんけども、でも少なくともハーバード大学医学部の公衆衛生の専門家でその分野で長年研究して患者を見て論文何本も書いてる人が、あえて意図的に嘘をついてるんであればそれはええっていう話になるんですけども、多分嘘をついたらみんなからボロカス言われますんでね、うん、医学の世界とは論文出てでそれで間違ったらみんなからボロカス言われる世界なんですよね。でそういうボロカスというか査読を得てそれで勝ち残った人が、標準医療として認められてそこに保険がつくわけですよ。だから俺たちはすごく恵まれてるなと思うのは特に日本ではですよ、そういうもう熾烈な戦いをくぐり抜けたんですよ論文というのは。それでなんとかもういろんなバッシングからもういろんなですねツッコミクレームからですね全部くぐり抜けてもう文句のつけようがないところに着地したのが査読論文であり、それが標準医療として認められるんですよ。でこの医療に対してはじゃあ保険をつけようというふうに日本がやってくれてるわけですよ。でもちょっとよくわかんない人はいや本当はセレブの人たちは大富豪はもっとお医者さんはこういう標準医療じゃなくてこの医療をやってるっていうのがあれ嘘ですからね。でここもでもこういう話もあるでしょ、お医者さんはがんになっても抗がん剤を使わないという説、それも正直嘘なんですね。まともなお医者さんは抗がん剤含め、要するに考えられるエビデンスのしっかりした標準医療をちゃんとやった上で、でもそこでもまだねプラスアルファ例えば、オーガニックになんとかとかですね、そういうのをやるのはいいです、うん、でそれを間違っちゃった人がスティーブ・ジョブズじゃないですか。スティーブ・ジョブズは膵臓がんが見つかって、膵臓が見つかった瞬間にもうほとんど死が確定してるんですけども、でも5人に1人ぐらいは治せるんですよね手術した。でジョブズの場合は5人に1人だったんですよ最初。でもなんか瞑想したりとか断食したりとかさ、標準医療を否定してで取り返しさせなくなっちゃったんですよ。でその時にジョブズが俺がやってること間違ってましたってね手術してくださいって言ったんだけどもダメだったんですね、だからそういう意味では幸せになるとか金持ちになるというのは割と簡単だなと思いました。そういった意味ではねこういう自分でね言うのなんですけども、スピリチュアルな情報にあまり耳を傾けない方がいいかなともう笑うところですかね本当ね、スピリチュアルな情報には耳を傾けない方がいいかなと思いました、
ただしですよ、ただしここからが大切なんですよね、うん、あの科学というものとスピリチュアルがあったらさ、それ両方大切なんですよ、うん、でも科学を否定する理由があるんであれば否定してもいいんですよ。でも科学はもうね、何千年と積み重なったもので、それを否定するためにはスピリチュアルが立ち打ちできないですよね。だから先ほどの夢戦艦じゃないですけども、やっぱりそのちゃんとした分野があって、医学は医学だ、斉藤ひとりさんも言ってるじゃないですか、病院になったらついてるじゃダメなんだと、病院に行けと、病気になったら病院に行けと。なんかね、あの去年も斉藤ひとりさんはワクチン打ってないんですよということをコメントで書いてる人いたんですよね。本当かなと思って調べたんですよ。あの全然打ってますからね、普通に。もうそれ嘘を言うのやめていいですかっていうことですよね、本当に、うん、まあまあそれはともかくですね、だから病気になったら別に、ね、行く行かないは別ですけども、病院っていいんですよ、あの行った方がいいんですよ。でね、これ皆さん知ってるか分かりませんけど、宇都宮さんっていう人いるでしょ、宇都宮悟さん、さとしさん、あのじゃあ、まあ、すごい人気がありますよ、うん、別にあの人が言ってることも別に全否定するわけじゃないですけども、まあ、ワクチン否定してますし、いわゆる標準医療全部否定してるんですね。でなんか波動のなんとかっていう宇都宮さんのショップで、勧められるわけですよ。30万ぐらいするなんかのよくわかんない波動のグッズね。でもあの人おそらくですけども年末にコロナかかってるんですよ、うん、コロナかかってるんですよね。で、今年の1月2月3月にもコロナかかってるんですよ。でそこで、多臓器不全一歩手前まで行ってるんですよ。でその時に彼はあの YouTube で言ってます。この時はね西洋医学ね頼らやらないといけないんだよって言ってるんですね。お前言ってること違うじゃんって言うんですね。見ました。たまたま見たでしょ、はい、うん、だから俺はここで、あ、宇都宮さん良かったねと思ったの、うん、あ、なんか正直なんだなと思ったんですよね、うん、で中にはいるんですよ、もうコロナで散々になってるんだけども、うん、やっぱりあのそれを隠して自分の支持主張を負ける方があのやっぱり辛いんでしょうね。で宇都宮さんは別に相変わらずなんだろうけども、でこういう時は西洋医学やった方がいいよねっていう言葉を俺は引き出せただけでもなんか十分かなと思ったんですよね、うん、まあ、それだからちゃんと多臓器不全一歩手前まで行って、でそこでちゃんと病院に行って対症療法ですけども、きちんと治したんですよ、うん、でも俺今は分かりませんよ。でもあの感じじゃ結構後遺症あると思いますよ。コロナ後遺症ロングビットありますよ。あれあそこまでやっちゃってるから、だからもうなったなって言った瞬間にきちんと、ね、処置したらいいんですね。でこれ僕の知り合いでね、うん、あんまりこれ見えないんですけども、言えないとかはね、あの本人が見てたら嫌なんだけども見てないと思いますけどね、音楽家いたんですよ、うん、音楽家、音楽家って何が大切かって言ったら耳が大切でしょ、うん、で突発性難聴にかかっちゃったんですよ。その時に突発性難聴って皆さんご存知です、どういうものか。あれは急に耳が聞こえなくなるんですよ、片方。ただし治療方法は確立されてるんですよ、うん、何か2週間以内のステロイド、うん、でもその方ちょっとスピリチュアルで、あのヒーリングとかサプリで治そうとしたんですよ。で完全になくなっちゃったんですよ。もちろんこっち聞こえますよ。でも音楽家としてはちょっと致命的だと思いませんか、うん、だから例えば突発性難聴の方は2週間から2時間から、忘れなくて、なんか2だけ覚えてるんだよね、2週間の詳しいですね。あ、医療関係ですか。じゃあ僕が言ってることがなんかうなずいていただいてありがとうございます、はい、別に間違ったことってないですもんね、よくごく標準的な話ですもんね、はい、でここでね僕はね、いやワクチン意味ないんですよとかね、あれはあのなんか毒が入ってるんですよとかさ、そういうこと言ってたらなんかえってなるかもしれませんけども、まあですね、はい、いやだからそうなんですね、なんだっけ、あ、宇都宮さんの話もあってそ突破してないでしょ。でステロイドってなんかとかく敵視されやすいじゃないですか。であれもね、ちゃんと皮膚科だったら皮膚科でちゃんとね、そのプロコトールがあるわけでしょ、きちんと手順があって、この段階ではこれぐらいの量とかちゃんとね、もう論文ベースにあるわけですよ。でそれやったらね、治っちゃうんですね。でもなんかそういうあのステロイドが悪いんだって言って標準医療じゃない、なんかそういうなんか自然食だって言って、で僕の知り合いでそのちっちゃい頃から重度のアトピー でそういうのかぶれちゃったんです、親がね。そしたらうちの子だけこっちの弁当にしてくださいって感じで、なんか味のない煮物をずっと食べさせ続けてるっていうのがありました、うん、でも全然良くならないわけですよ。で結局最終的にステロイドで、ね、だいぶ良くなったんですね、うん、だからその突発性難聴にかかったら2週間以内にステロイドで、やったらそしたら元に戻るんですよね、多少は、
うん、でもそれをせずにヒーリングとか直そうとしたんで、なくしちゃったって話ですね、うん、だからこれも含めてですけども今のもそうなんですよね、あの真実は少数派であるっていうのはこれ嘘なんですよね、あのお金になる、お金持ちになる方法で健康になる方法は世の中にほとんどあるんです、今成功する方法世の中にほとんどあるんですよ、それをちゃんとやることが僕はあの近道じゃないかなと思ってるんですね、でそういった意味で僕はそういうことをちゃんとやってる人間の一人じゃないかなと思ってるんです、あのみんなが誰も知らないようなウルトラシーやってないんですよねと思いました。でもそのウルトラシーやったら聞きたいですよね。うんね、ウルトラシー聞きたいですよね。で僕もそのウルトラシーを常に、探してるんですよ、うん、ウルトラシーですね。なんかで今日何の話だっけ京都の話、あれ京都の話何でしたっけ、京都、あだ 誰でした京都の話、はい、うん、京都の方に移住することを聞いたんですけど、はい、うん、Qさんはどちらか行かれるんですか。あのエドワードさんは、まあ、ちょっと個人の話ですね、僕は自由にしたらいいんじゃないですかと思うんですけども、まあ、あのパンデミックになったらというよりはあの割と今年中ぐらいに行くんじゃないですか。分かんないですよ、分かんないですよ、最新情報は分かりませんけども、うん、で京都にあの行こうとしてる人多いです。でね、僕京都に行きたいかって言ったら大阪より絶対京都がいいですよね。でなんで京都がいいかって言ったらさ、京都に住んでるっていいじゃないですか。なんとなく、いやじゃあどこに住んでるのが悪いってわけじゃないですよ、だから京都に住んでるってほうと思うじゃないですか。いや昔ね土方やってる時に藤井さんという人がいたんですよ。まあどうでもいいけど名前は藤井さんは秋田県出身なんですよね。で大阪に土方してたんですよね。で3ヶ月だけ何かの現場で東京にいたんですよ。でいつも俺にですよ、俺は東京にいた、俺は東京にいたって言うんですよね、うん、でその時ある日僕がいや藤井さんでも秋田出身なんですよって言ったらさ、お兄ちゃん僕だから許されてるけど君そんなこと言ったら命ないよって言われてさ、そ秋田に失礼じゃないですかって思ったんですよね。あだからあそうか、東京にいるっていうのはそれだけ価値を持ってる人がいるんだなと思ったんですね。でもちろん僕は秋田だからってええー、と思わないですよ。だって秋田出身のすごい人いっぱいいるでしょ。今日本で一番難しい大学って秋田にあるんで知ってます？あのありますよね。そうですよね、東大とかよりも難しいんじゃないですか秋田の。なんかあその大学の名前は限りなくエフランって名前言いたいけど、限りなくそのなんか無名な大学に近いような大学なんですよね。あ誰かちょっとググってもらっていいですか、秋田のそういう会社で。そこの大学は全部英語、入るのも難しければそこで卒業するのも難しいとなるわけですよ。ですよね、あ知ってます、ですよね、うん、でも秋田でもね、あの隔離して勉強させられるんでしょうね、うん、だからそういう人材がいるところっていうのはなんかそれなりか相当いいのかなみたいな、まあ、その人ともかくして、だからまあちょっと話に戻しますけども、ね、あの京都なんかいいじゃんと。でもあれですよ、福岡ですよやっぱり本当にいいのは、はい、本当にいいのはそうなんですよ。あの僕の知り合いでもですね、全国いろんな出張しました。さっきの茅野克美さんも言ってましたけども、いろいろ言ったけどもやっぱり最終的に福岡最高って、どっかにどこに住みたいかったら福岡になるんだっていうこと言ってました。だから今ね、まあ、福岡だけじゃないと思いますけど、ここにいらっしゃる方は、まあ、大半が福岡だと思いますけども、僕福岡に行ってよかったと思います。で僕も福岡以外に住もうと思わないですよ。でそういった意味では京都に行かないんですかって言ったらさ、もうあの別にいいなと思いますよ。でもだからそれで京都に行くっていう感じよりも、あの利便性とかが総合的に圧倒的に住みやすい福岡を僕は選びます。うん、で京都はいいなと思うんですけども、京都は観光で行くといいです。京都の観光は最高ですよね、はい、でも住むのは福岡だなというふうに僕は思っています、はい、でも確かにあの歴史的に京都っていうのは、まあ、守られてる部分もあったのかなと思うんですよね。でもそれを言うと佐賀もそうですよ、いいですよ佐賀の特に北部、あの地震がないんですよねそこね。だから武雄とかね、あの中部はあの水害が結構あるんですけども、あの多分吉野ヶ里遺跡のあるあたりは水害もなければ
だからあらゆることから守られてほしいですね。だそういった意味ではね、吉野ヶ里遺跡があるように、昔のその都みたいなところは、なんかあの現地の直感力の優れた人たちが分かってるのかなっていう仮説も立てられるわけですね。あと滋賀県とかね、昔近江があった、まあ、今も近江ですけど、うん、あと奈良とか、うん、まあ、そういうふうに言うと、じゃあどこが悪いんですかって話になると、それはもう答えられませんけど、分かりませんけど、でも日本はね、やっぱり全部いいです。うん、日本はいいです。圧倒的にいいです。悪いところはないでしょう、きっと。まあ、地震が来やすいとか、台風があるとかあるんですけども、でもやっぱりその僕も56カ国旅してますからね、ここいいなと思ったのが、あえて言うならですね、オーストラリアの東の方、ゴールドコーストとか。あれよかった、あそこは。あと地中海、ニース、あの辺は住んでみたいなと思いました。でももうここはいいなと思ったのは、あのバングラディッシュとかね。あのバングラディッシュってみんな行かないでしょ。行ったことある人います？バングラディッシュあります？お仕事かなんか、いや観光で、え、バックパッカーかなんかですか？あのじゃあだいぶ30年ぐらい前ですかね。もっと前ですね。もっと前ですか。どうでした行って。いや価値が変わりました。価値が変わるんですね。で今だいぶマシになってると思うんですけども、あの僕が言った限りでは多分あんまり変わってないと思います、バングラディッシュは。でね、物事には理由があると思ったんですよね。物事には理由があるって言ったんですよね。インドはいいんですよ、すごく。インドめちゃくちゃ楽しいんですよね。でもみんなバングラディッシュ行かないんですよね。でインド何回もリピートする人いるんですよ。でバングラディッシュにリピートする人ほとんどいないんですよね。でバングラディッシュ行ってみたんですよ、はい、あらゆることにおいてなんかいろいろ残念なんですよね。そうですね、はい、あのバリ島ってみんな行くじゃないですか、はい。でもロンボク島行かないでしょ、みんな。バリ島の横にロンボク島ってあるんですよ。別にロンボク島が悪いわけじゃないですよ。でもバリ島とロンボク島が並んだ時に、バリ島が圧倒的に魅力に満ちてるわけですよ。で文化もそうですし、だからロンボク島はイスラム教で、バリ島がヒンズー教で、しかもあのインドネシアのヒンズー教ってことですんで、インドのヒンズー教とまた違った文化があって、で食べ物も安くて美味しいし、であとなんかそういったあのリゾート的なものもあるし、山もあるし、ウブドとかですね。物事は理由があるなと思ったんですね。で僕はそのマイナーのとこが好きなんで、マイナーのとこ行こうとするわけですよ。でマイナーのとこ行って、だハワイとかね、軟着だとか言ってたわけですけども、あ、やっぱなんかあのハワイ行ってないんですけども、やっぱバリ島いいよねとか、なんかやっぱメジャーのとこいいなって、ね、いうふうに行き着いてしまったわけですね、総合的に、はい。京都ですね。そして天皇家のお金の話をちょっとあの教えてもらっていいですか、もう一回。はい、どういう話か、これちょっと非常に面白い話ですんで、はい、本当に今の天皇家っていうのは、はい、悪そのものなんだ。ほう、天皇家悪そのもの、そのもの、はい、天皇家が悪なんだ、はいはいはい。で、天皇家のお金を、はい、今借金とか苦しんでる人に、はい、みんな分けたら、はいはい、分けるための動きと、はい、そういう制度が、はい、もうアメリカでは、はい、もうできてて、はい、クレジットの借金とか も天皇家のお金をみんなでこう振り分けたら、みんなが幸せになって、はい、本当の平和な日本を作るんだみたいな話があって、はい、これはどういうことなんだろう。なるほど、うん、まあ、そういう話があるってことですよね。そうです、そうです。天皇が悪であるっていうのが、まあ、その ある人に言わせると、ある人というかね、ある一部の人たちに言わせると、とんでもない話だって多分言われるかもしれませんけども、でもそういう思想があるのは僕はそれはそれでいいと思います。僕はその悪だと思ってませんし、じゃあ悪ってどこかっていうふうになってしまいますけども、まあ天皇家はあの会ったことある人います、天皇陛下に。まあこういう感じで会うって、あれ見たことあります？え、こうやった感じで、どうでした？子供だった。ああのね、でも見たことはある、僕見たこともないんですよ。でもなんか大橋駅にいたっていう説があって、あ、なんか大橋駅かかりませんけども、あのフラットは言いませんよ、あの ちゃんとしたこういう感じで、あの南区でこういうふうに行ったっていう人が、まあ、僕の近所の人からね、天皇陛下見たよって言ってたんですけども、でもある人はもちろん天皇陛下に思い入れがあるからっていうのもあるんでしょうけども、もう立ってられなかったって言ってました。もう天皇陛下を見た瞬間にもうはぁーって立ってられなかったって。うん、スピリチュアルなパワーがあるらしいですよ。そうなんですよ。そう、私の友達が道を歩いてたら、うん、そ
とあなたって言って、美智子様の調べの会の会長から、皇居に連れて行かれてるんですよ。で、天皇陛下と今の天皇陛下、あの皇太子様の時、3人に会われて、雅子様はちょっと、ご病気でいらっしゃらなかったんだけど、うん、そうするとヒーラーなんですね。うん、だから道を歩いてるだけで分かったみたいで。なるほど、なるほど。で、まあ、会うのには訓練がいるのでね、うん、1日前とかご挨拶の仕方とかを訓練させられて、うんうん、ああ、まあ、あれですよね。はいはいはい。したら、もう美智子様とかすっごいパワーがあって、神道でなんかたまり場みたいなことしてますよね。でも美智子様とかすっごいパワーがあって、今の天皇ですね、皇太子様とか。すごいパワーして、あの日々ね、あの江戸本さんが言ってるような日々とかをなんかいろいろ習ったんだって、うん、で、私、喋られないのって言うけど、ちょっと聞いたけど、全部教えてなかったけど、やっぱりなんかいろいろあるらしいですね。あるらしいですね。番号とかがね、いっぱい。それをちょっとだけ聞きました。あるらしいんですよ。はいはい。で、嘘も多いんですよ。そうだから江戸さんが言ってることがなかとすると、はい、右寄りの考え方の人と左寄りの考え方の人がいろいろありますね、うん、そう、それを聞きました私。うん、あの、まあ、天皇陛下の話になりましたけども、まあ、それは悪かどうかっていうのはちょっとさて大きいですよ。やっぱり何かがあると思います。まあ、被災地にね行かれましたよね。で、天皇陛下がこの目線でしゃがんで握手をすると、これはすごいことだと思いますよね。そんな王様はいないですからね、世界に。で、そこに行った瞬間に多分その周りのなんとか住んでる人たちはもう涙を流してさ、頑張ろうという気になったんじゃないですか。で、それを思わせてくれる存在って多分あんまりないんじゃないかと思いますよ。うん、いや、もちろんね、その自分の好きなアイドルとかが来てくれたら嬉しいとか思うかもしれませんけども、なんか そういうことも全部超えた、なんかそういう輝きが僕はあると思うんですよね。だからエドワードさんは皇室を守る仕事をしたいとこの本に書かれたらしいです、はい、そしたらあの陰陽師をですねマスターしてるわけですね。で、まあ、毎日のようにいろいろ連絡があるんですけども、なんかいろいろ面白いことをおっしゃってますね、うん、で、その今やってるやつがどんどん進化して自分でも作れるようになったらしいんですよね、その技を。で、今度7月25日多分それをすると勝手に思っています。7月25日行かれる人います？あ、結構多いです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。でも8月5日も来ますので、はい、8月5日はエドワードさんがこの会に来るんですよ。で、アクロス福岡でやります。何ですか？まだ始まってないです。7月に始めようと思ってます、はい、あ、でもあれですね、前も言ったと思うんですけども、ここに参加した人には1時間早く告知、でもそれはそれ1日早く告知とか別にしても別にいいですね。まあ、180人ぐらいいますんで、まあ、大丈夫と思いますけどね。とはいうものの札幌も180人も満席になってますから。いや、これね、なんかね、僕もこの家業をして長いですよ。17年ぐらいやってるわけですよ、うん、何が起こってるのかなと思ってるんです。客観的冷静に、なんでエドワードさんがあんなにバズってるのかなというか、だってあれですよ、僕の高校の先輩でもあるんですけども、あの僕のセミナーとか合宿ツアーに一参加者として普通に来られてる方なんですよ。ただそれだけの話ですよ。で、あの僕が初めてお会いしたのは2016年で、まだモナコ行ってないですからね。で、その翌年ぐらいに2017年ですかね、CSJM に出会ったんですよ。あれ、なんかお好きなんですよね、皆さんね。CSJM。CSJM って知らないですか？流行ってるんですよ。チャールズ式セルフ除霊メソッド。僕が作った名前です。うん、あれも実はですね、エドワードさんと出どころ割と同じところがあって、古神道フリーメイソンなんですよね。割とその技法のベースになってるのが。
古神道とフリーメイソンね。で、もちろんフリーメイソンが、フリーメイソンにもね、ヨーロッパ風とか中国風とかいろいろあるらしいんですけども、割と古神道をベースにしてるらしいですね。で、もっと言うと古神道っていうのは、まあ、いろんな意味において生活にも入ってるし、いろんな技法があるわけですよ。それこそ天皇陛下 の我々が知らないような呪文とか、そういうのも古神道から来てるらしいですね。でね、その陰陽師なんかもちろん古神道ですし、空海の技法なんかももちろん唐から、ね、持ってきた密教もあるんですが、まあ、日本で定着したのは神道古神道のあれはあると思いますよ、はい。ちなみにこの CD、今日はちょっとスピーカー持ってきて、もうかけられませんけども、最後、アワーの歌っていう、これ完全即興な歌があるんですよ。で、これ歌ってる人は、古代日本語を喋るんですよね。古代日本語。はい。まあ、最近はカタカムナとかですね、そういうので割と広がってるような話でもあるんですけども、まあ、そういうことじゃなく、そういうのも含まれた上で、何千年か前の古代のヤマトの言葉を喋るんですね。で、それで歌った歌なんですね。で、それで歌ってるなと思って、いきなり英語で喋ったり、スペイン語で喋ったりするという、まあ、変わった人なんですけども。だからその古神道的な音韻とかには、すごく意味があるらしいですね。で、最終的に、まあ、それどこがいい悪いかっていうのはさ、あんまりね、区別差別になるのは良くないと思うんですが、まあ、主義じゃないんだけども、なんだかんだ言って日本語だということがあるらしいです。